さあ早速今夜のゲストご紹介いたしましょう。モデルでありながらさまざまな報道番組でコメンテーターも務めておられますトラウデン直美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初のテーマ参りたいと思います。最初のテーマはもう日本はオワコンなのか、若者の不安と憂いでございます。まずは西澤アナウンサーからテーマの方をよろしくお願いします。はい、ご紹介します。人生100年時代、老後2000万円問題、止まらない円安といった事例を背景に、若者が抱える将来への不安と憂いは様々、事前に行ったトラウデン直美さんへのアンケートでは、私と同じ年代ぐらいのお子さんをお持ちの橋本さんに、この先不安な未来を生きていく上でご自身のお子さんにはどういうアドバイスをされるか伺いたいですとの回答があったため、まずはこちらのテーマでお話を深められればと思います。まあ、日本個別の問題でもないと思いますし、現政権のっていうことでも別になくって、もう世界全体として、まあ私がこれをおいおいと思い始めたのはまた別番組で、今の小学生たちにこう今持っている不安を聞くみたいな番組があって、その時に小学生たちが老後どうしようって言ってたり、いや将来年700万稼げたらいいなみたいな、小学生だったら1億欲しいって言ってみたいな、そういうちょっとこう不安視してる小学生が多いっていうのに結構びっくりして、実際どうなんだって思っていろいろ世の中見てみても、やっぱ不安が多いような話題が結構多いじゃないですか。で日本も、まあ、他の先進国もそうですけど、高齢化がどんどん進んで、私たちがこう大人になる頃には何人を支えなきゃいけないんだみたいな状況の中で、日本に居続けていいのかみたいな部分だったり、でも逃げ場ないしなっていう、他の国も似たり寄ったりだろうしなみたいな、どうなんだっていうこととか、トラウデンさんはどうなんですか、この日本に対しての思いって。日本は好き で、で日本で生まれ育ってるので、私は日本で生活し続けたいんですよ、希望としては。ただそれがこう世界的にこう日本がこう力がどんどん落ちていって、日本で暮らしていくことがまあ危なくなったり、ちょっと苦しくなったりした時に、日本に居続けられるのかっていう、苦しくなりそうだと思う、やっぱり日本、正直なんとなくやっぱそう思う、はい、それはどのあたりですか。やっぱりその高齢化の中で、その高齢者に向いた政策はあってしかるべきだとはもちろん思うんですけど、そこに寄りすぎてるから、若い人たちがあんまりこう期待をしなくなってるというか、日本っていう国にだからいなくなっちゃいそうで、それこそ優秀な人が外にどん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 ってなった時に、日本を支えていく優秀な人たち残るみたいな感覚があって、やっぱこれはね本当に政治の責任で、まあトラウデンさんはまあメディアなんかでもいろいろ発信してるから、やっぱりトラウデンさんみたいな人たちがこの日本の将来、こうまだこう未来があって頑張っていこうっていうような気持ちで発信してくれるのか、やっぱり不安を語るのかと、もう本当にあの日本の将来を左右するぐらいの話、それ政治家だからそういうふうに思わせてないわけじゃないですか。僕が二十歳ぐらいの頃はまだそこまでの不安がなかったから、まあバブル弾けたぐらい、バブル弾けて、バブルのこのマイナス面はあったけど、今のようななんか不安感にはなかったね、正直。30年前ぐらいだからまあ自分でまあなんとか頑張ろうみたいな感じになったけど、やっぱり今うちの子供なんかに聞いても、日本の将来になんかこうなんていうのかな、輝きというかそういうことよりも、もう高齢者な、高齢者を軽く見てるとかそういうことじゃないんだけど、負担がどうなんのっていうところにやっぱりどんよりしちゃってる。そう、いやだから不安も漠然としたものなんですけど、そう手放しに希望も持てないから、どうしても、だから例えばこう番組でトラウデンちゃんとか その年代の人に橋本さんが言う時は、やっぱりある程度こう建前もあると思うんですけど、そこなんですよ、息子に何て言ってるんですね。だからお子さんに言うんだとしたらどんなアドバイスをしますか。ほんまはもう日本を捨てろとか言ってるんですよ、本当ね。もう一気にまたいろんなその勢力からフレームが来ると思うんだけど、もう正直言うと僕は子供にはどの国でも生きられるようなその人間になれって言ってる、
はあ、別に日本だけじゃなくどの国に行っても生きられるようなそういう人間になるべきだって言ってて、別にそれはなんか特別な能力を持つとかものすごい金持ちになるとかそうじゃなくても、うんうん、言葉が喋れるとかじゃなくても、うん、日本だけじゃなくても生きられるように。だから僕、うん、ロシアによるウクライナ侵攻についてもね、最初にもう一緒に出てるあのフジテレビの目覚めせ8っていう番組で進行初日かなんかの時に、はい、もう逃げれる人は逃げるべきだって僕は言ったんだけど、まあそしたらそれで、うん、橋本はもうすぐ白旗上げるのか降伏するのかって、まあ、北村さんともやんややり合ってありましたね、はい、僕はやっぱり若い人には生きてもらいたいから、うん、でそれは別に日本じゃなくてもどこでも生きられるはずだと僕は思ってるから。でも僕は日本大好き、はい、で海外で生活したこと僕はないんで、ね、はいはい、あのちょこちょこっとあの一時滞在でいろんなところ回っただけだけど、はい、どこ行っても申し訳ないけどもドイツにも行ったんだけどやっぱり日本がいい。でも私もそうなんですよ。住み心地いいしご飯も美味しいし、うん、人も好きだし、そうだからこの雰囲気で、まあ、こういうやっぱ僕この日本が好きだから、はい、まあ、最後子供たちにもやっぱり日本というのを大切にしてもらいたいし、うん、日本が危なくなった時にはこの、まあ、7人子供いるからちょっとでも日本のために貢献してもらいたいとは思うんですけども、うん、でもどこの国でも生きられるようにやれと、うん、だからあのその代わり海外に行くのは自分の金で行けって言ってる。ケチ出してあげてよ。いやでもそうじゃないと意味なくない？そうなんですよ。橋本ファイナンスはないんですか？その息子さん娘さんが、うん、こういう理由で海外にやりたい、ただ今軍資金がないから、うん、一旦500万借りてもええかって、うん、10日で1割の利息やな。万田銀次郎ですよ。怖い。すぐ利息制限法違反捕まっちゃうんですよ。これだったらダメだけど、まあ、さあファイナンスはするけどね。まあまあそういう手助けはしてあげるけど、でもちゃんと利子は取るし。返しなさい。返してもらう、うん。そこは甘やかさないよ。そうだって俺海外行くときに、まあ、よくあるあの大学にね、まあ、別に大学が全てじゃないんだけど。うん、そっちがダメだからなんかとりあえず海外行くとかいうのはあんまり良くないんじゃないのかなと思って、うん、そこも聞きたかったところで、うんうんうん、その日本で受ける教育で生きていくスキルってどのくらい形成できるのかっていうところと、あとやっぱりそこにも教育格差があって、うんうんうん、やっぱりお金がそこまで出せない人はそれすら得られないって、うんうん、大丈夫かなってっていう不安はある。で僕はだから教育は、まあ、僕が やってた時の政治は教育費は無償にすると、うん、で海外に行くのも無償、うん、海外留学費も全部出すと、うん、でそれもやろうと思ったら5兆円か6兆円のお金でできるんですよ。これいつも言ってるけど、うん、で5兆円か6兆円のお金ってのは今度防衛費増額で、もう今自民党の議員もいきり立ってるけども、うん、これ防衛費を GDP の 2% にするというとプラス5兆円6兆円いるんですよ、はいはいはい、防衛費もあの増額しなきゃいけないと思うけど、うん、やっぱ教育にもっとお金入れて、うんうん、で5兆って言ったらね消費税 2%、 おい消費税 2% あと上げてもらっても全然いい。それでもう日本の国の子供たちが生まれてから大学まで無料で海外の大学に行くのも無料、うん、そこの生活費も出してやるっていうので消費税 2% だから上げてほしいって政治家が言ってくれた、おそのやつ 3% でもいいよって僕は言うけどね、うん、そういう政治をやったらおすごい若者も共感してくれると思う。希望が持てるようにはなりますね。でそれは大学、まあ、若者に限らず、うん、一度はね成人になってからもリスキリングでもう一回学び直しっていうことで海外の大学行きたいって言うんだったら、うんうんうん、それも援助してやるっていうのを、消費税 2% どうですか。まあ、だからそれはもちろん僕もいいと思いますけど、うん、それはやっぱりお子さんおる人とか、うん、お子さんも自分が立場が学生じゃない人とかによって意見は変わるから、消費税が上がるっていうことのアレルギーでこの政権は失脚するんじゃないかと僕は結局はそう思うんですけど、リアル政治家、そうですね、もう夢もないリアル政治家。その通り、僕は賛成なんですけど、結局それが難しいからやる人おらへんのかなって。ここをだから政治の議論をやって、もしかすると子供がなくてもね、またこの大人ももう一回ワンチャンスあるわけだから、はい、まあ、そういうことで、まあ、そこをだから僕、そういう消費税を上げますよっていうような政治が出てくれば負担はあるけども、なんかこう若者に対してこう、なんか希望が出てくるっていうかね。いや本当にもう政治に綺麗事が通用しない
のも分かりますけど、うん、やっぱりこう奨学金で苦しんでる世代もいるわけじゃないですか、ね、はいはいはい、その人たちも自分には関係ない、もう関係ないじゃなくて、そうそうそう、いや自分たち苦しい思いしたからっていうので、そういうところで賛同してもらえたらなんかいいなとは思うんですよね。そういう安心で日本に住み続けれる理由になって、うん、教育については僕は絶対無償化にしないと、うん、ここが格差の原因だと思う。本当にこれね、まあ、うちはまだ恵まれてる方だと思います。だけどお金あるから予備校にも通わしてるし、うん、まあ、私立に行きたいって言うんだったら私立も行かしてるけど、やっぱそれできない家庭がいてね、でそれは親の経済力の差で子どものこのなんていうのかな、学習機会が差が出るっていうのは絶対かわいそうだもんね。なるほどね。もったいない話だと思うんですよ。その能力がね、そう、だって全然伸びる人がいて、うん、その人たちが日本を支えられる可能性が、うん、存分にあってもそれをお金で殺しちゃってるっていうのはなんかもったいないですね。だからみんなね、よく政治家とか官僚とかはもうこれが日本を成長させるために投資が必要だとか言ってね、いろんな産業に投資をするんだけど、一番こう効果がある投資っていうのは人への投資だからね、うんうんうん、これもう研究も結果も出てるもんね、うんうん、教育費を上げることによって人を育てると、あと税収とか社会保障を負担するっていうことでものすごい効果が出るのに、そういう政治やってくれない。で僕は子供にはさっきトラデさんが言った日本の大学がダメだから海外行くっていうのはちょっと逃げじゃないのって言ったんですけど、うん、真正面から海外の大学に行くっていう目標を決めて、で海外の大学に行くんだったら僕大賛成で、それね、三男坊にはそれ言って、いきなり海外の大学行けって言ったんだけど、うん、やっぱり無理だって言って、うんうん、やっぱりまずは日本の大学行ってからっていうことに、今日本の大学の方にターゲット変えちゃったんだけどね、うん、僕はやっぱ海外の大学行ってほしい、うん、その2つ目のそのそうやっていく中でこう若者はどんなスキルを身につけるべきか、これはトラウデンちゃんはどう自分ではどう思います？生き抜くっていうのをどこにこう自分のベースを設定するかによって全然違うと思うんですよ。もう食べてもう小さな幸せを守っていければ全然それでいい、それも一つだし、それはそれで私いいと思うんですよ。ただ日本全体がそこにシフトできるとは正直ちょっと思えなくて、そうなった時にお金をまあ生活するのに必要としてってなると、どこまでこう自分の幸せのなんて言うんですか、レベルを設定するか、うん、っていうなった時の、うん、なんて言うんでしょうね、自分のスキルを、なん難しいんですけど言葉にするのは。正直に教えてくださいと。はい、何の能力があったらこの国では豊かに食えるんですかってことですよね。いや、これは僕も子供に言ってください。いや、僕子供に言ってることを言うんで、はい、だからトラウデンさんがいやそれだったら説得力ないとか言うな、正直言ってもらいたいんですよ。うち多分子供に言ったって子供、僕の親だから、はい、ふんふんって聞いてるだけだと思うから、はい、僕はもうこれからの時代組織の看板ってもういらない時代だと思ってるんで、うん、もうやっぱりこの SNS とかね、うん、要はこう YouTube にしても何にしても個人で発信できるから、うん、看板なくてもちゃんとしたものがあればお金も集まってくるし人も集まってくるし事業として成り立つんで、うん、あとは既存の山ほどある知識をもとにそこで新しいその付加価値を生み出すような、なんかもうその既存の知識をもう覚えることはいらないと、うん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 、今まで僕らの時代覚える勉強だったんだけど、はいはいはい、でもそうじゃなくてもそんなのは Google 先生で Google 叩けばもう知識がいっぱい出てくるわけだから、それを組み合わせて新しいものを作ればもう組織の看板なんかなくてもいくらでも人も集まってくるし情報も集まってくるしお金も集まってくるから、とにかく既存の知識を覚えるんじゃなくてそれを組み合わせてなんか新しいものを作る、そこに力入れなあかんのちゃうのっていうふうに言うんだけど、まあみんな今期末テストの時期だから、はい、そこなんですよ。そんなこと言ったってパパーって言ってこれ覚えなあかんのって言ってなんか科学記号とか覚えながらね。そういや、おっしゃってること本当もっともだなと思うんですけど、そのトレーニングしてないなみたいな、学校で日本はねできてないかもっていう。で僕ねこの番組のよくリモートで出てくれたひろゆきさん、はい、もう若者に今圧倒的な人気、はい、うん、あの人の本がバカ売れしてるのが 1% の努力っていうのがもうものすごいバカ売れしてて、はいはい、ひろゆきさん今統一教会をガンガン批判してるんだけど、はい、霊感商法とか、はい、もうひろゆきさん自身が霊感商法だと思ういやいや、それぐらいマインドがこうひろゆきさんに洗脳、洗脳って言ったらあれですけど影響されちゃう人も、まあ、カリスマ性がありますからね彼はね
まあ、確かにあのみんながみんな努力する必要もないしね、あの一生懸命全速力で走る必要ないんだけど、うん、彼のそのなんていうのかな、既存の知識を組み合わせて新しいものにする力ってもう飛び抜けてるから。そうですね、そうですね、それ 1% の努力じゃないから、ひろゆきさんやってたやん、あなたとあの人 2万%の努力だからしたやんと、うん、で絶対それ見せないだろうけど、はい、やっぱ彼の能力ってすごい。でもそれはやっぱり既存のものを組み合わせて新しいものを作り出していく、うん、でそれで世の中の若者に 1% の努力でいいって、それもう完全に彼はね賢いからね、他の人間がこう這い上がってこないようにねお前ら 1% で止めておけみたいな。僕本読んでないですけど、多分ひろゆきさんの能力自体がマックス2万の能力やったとしたら、うん、それの 1% 出したらすでに人の 200% ぐらいの能力あるんじゃないですか。そうなのかもしれない、分かんないですけど、そういうレベルぐらいの人なんじゃないですか。いや、もあの文部科学省がものすごいあの公立学校に力を入れてるんですよ、文部科学省って、はいはいはい、私立の学校よりもまず公立をっていう、うん、文部科学省をはじめ全国の自治体の教育委員会もね、はい、でも文部科学省の職員の子どもとか、それから教育委員会のまあ幹部の子どもなんかは私立に行っても多いもんね。だから私立はダメだダメだ、公立みんなやっぱ公立行かなきゃいけないんだって言いながら、うんうん、自分の子供は私立に入れてガンガン進学させるわけだからひろゆきさんもその戦法でね、みんな若者に 1% でいいよって言って自分はガンガン伸びていっちゃって、まあ、でも一人勝ちしていく。まあでもひろゆきさんが言ってることはあの本はものすごいあの芯をついてるところたくさんあるんだけど、でもやっぱりあの既存のものを組み合わせて新しいものにするっていうのは相当な努力は必要なんじゃないかなと僕は思う。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤優です。アベマならご覧の番組をフルで見放題、動画の続きはここをクリック。